勉強するといったことが多分一番大切かなと、まあ、自分自身でも思いました。いやーこれもうレベル高すぎて、やっぱりそら900人台しか全国で1級合格されてる方いらっしゃらないというのは分かります。はい、まあ、ちなみにですね、2級は今回600人ほど、受験が2500人で600人ほど合格されてて、まあ、過去もだいたい600人から800人ぐらい合格されてるんですけど、毎回それをまあ18回ですかね、18回ぐらいやって、多分 1万人ぐらいですかね、合格者いらっしゃるはずです。まあ後でまた計算してみますけども、過去に合格されてる方の数っていうのを全部、記録されてますので、まあ、3級はもう少し、1万5000人から2万人ぐらいですかね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、それにしても、1級はちょっとレベルがあまりにもかけ離れて、難しすぎて、ちょっとこう、3年4年で1級を受けてみようという気持ちになれるかなと思ったんですけども、まあ、ちょっと今3年4年では無理だなというふうに感じてます。あともう問題を見ると、問題すらわからない問題の意味すらわからないという問題が結構ありますのでね、一山国史と、なるほど。いや、まあ、こういう問題が出るんですよね。何千字の何千院にある、他中寺何千院にある、塔を書きなさい。これ書けないですよね。はい、漢字もこの通り書かないともう満点取れないですね。もうそういった問題が出てきますのでね、いやこれは難しいです。いや結構雪残ってて綺麗ですね、素晴らしいです、寒いけどだからまあ、あ、亀山店の文庫書こちらにあるんですね。まあ、これもですね、まあ、こういったところも、京都検定1級の問題には出てきそうな感じですよね。まあ、多分数箇所あるとは思うんですけども、亀山店の文庫書を書きなさいと。まあ、答えはですね、まあ、例えば木屋町なる元土佐藩の、まあ、先日ちょっと過去問題やってみたんですけども、元土佐藩の藩邸内にあった神社の名前を書けというふうに、まあ、問題が出たんですけども、まあ、それは三崎神社であり、土佐稲荷、まあ、どちらでもいいわけですけども、まあまあまあそういった、結構、答えはこれって書けて言うんじゃなくて、まあ、いくつか、答えはあるわけですね。まあ、それをですね、まあ、例えば、神山天皇の文骨書を一括書を書けみたいな感じで、書いたら、何千字の、達中、何千円って書けば正解という、まあ、そういうふうになってますね。まあ、逆に言うと、何千字の何千円の境内にある文骨書は誰の文骨かというのを
まあそれ答え亀山天皇ということになるんですけども、まあまあそういった問題が出たりする可能性はあります。いやー、それにしても、あ、これですね、一山と読むのか一山と読むのかちょっとわからないんですけども、後でまあ調べますけども、国史と、こちらもですね結構問題に出てくる可能性はありますよね。まあ、こうして実際、現地で拝観して、まあ、見てみたら問題的にはまあ分かりますよね。ちゃんとお花も添えられてます。まあ果たしてまだ私のレベルではこの一山国師がどういった方なのかというのはまだ分からない、それも勉強しないと分からないんですけども、まあ、こちらにですね漢文で書いてあるんですけども、これ見ても分からないですよね。こちらにもいろいろ言われ書かれてますけど分からない、うん、まあそういったまあ一級のレベルというのはまあそういった感じで、もう本当にこう専門的なですね、ことにまあ特化された問題が出てくるということになってます。いやーすごいですね。まあまあ勉強のしがいはあるんですけどね、勉強のやりがいはあるんですけども、ま、なんかこう途中でくじけないかが心配ですよね。過去問題いろいろ解いてみて、ずっとやってて、いつまでたってももう10点20点ぐらいしか取れないということになってくると結構厳しいものがありますけども、まあこの南禅寺のですね、境内もすぐ東山裏手にありますので水が豊富にあります。これだけの水がですね、まあ、雪解けだと思うんですけども結構もう池に流れ注いでるというそういった雰囲気ですね。いや来てよかったですね、綺麗です。そして人誰もいないですなんか初詣の時の、妙心寺の慶秀院思い出しますけども誰もいなかったです、ずっと。いや嬉しいですよね、こっちこう誰もいない雰囲気でこう映像撮れるというのはもう非常に嬉しいです。まあ確かに紅葉の時期も綺麗ではあるんですけども、こういった雪景色もなかなか、そうそう、まあ、京都ね、まあ、40年ぐらい前にはこういった雪景色毎日のように見られたんですけども、もうここ温暖化で、今はもうほとんど雪積もることないので、まあ、雪が降ることはよくあるんですけども、まあ、雪が積もることがまずない。それとまあ先々週、あ、先週ですか、先週に降った雪がまだ残ってるっていうのはなかなかちょっとびっくりしましたけどね、こちらへ来てみて。まあまあそういった感じで、まあ、来てよかったです。まあ苔もですね、やっぱり強いんですかね、まあ、手入れがこういいのか、環境がものすごくこう合ってるのか、青々としてますよね。こちら多分ですね御陵に通じる道だと思うんですけど、まあ、ちょっとこう閉ざされてますけどね、天皇の御陵がありますね。いやー綺麗ですね、素晴らしいです、まあ、誰もいないことが素晴らしい。この寒さの中で誰もいないというのがね、これ素晴らしい。そして、まあ、風が今日は全然ありませんので、この水面に映ったこの
工場の建物、しかもまあ、ひわだ武器だと思うんですけどね、ひわだ武器かこけら武器だと思うんですけども、雪がもう全面に残ってます。多分屋根瓦でしたらそんなに残らない。なぜかというと屋根瓦って結構あの瓦自体が結構熱を保ってますのでね、夏場の暑い時期の、まあ、その関係で多分あの瓦屋根のところは結構溶けやすいんですが、まあ、ひわだなのかこけらなのかこけら武器なのかよくわからないんですけども、木材を木の材料を使用したそういった屋根というのは、まあ、結構熱は暑かった時期の熱は保たれなくて、まあ、寒さそのままダイレクトに伝わっている関係で、そのまま雪が残っているという、そういった感じですね。いや綺麗ですね、まあ、少し苔にも雪がまだ残ってます。いや来てよかったです。はい、まあ、3年ぶりぐらいですかね、こちらの安全員は3年ぶりぐらいに なると思うんですけども、いやー来てよかったですね。まあ、それと滝の音以外は静かです。まあ、雪の金閣寺も綺麗なんですけども、もっとずっといいですよね。安全に素晴らしいです。まあ、それで、まあ、京都検定の話には戻るんですけども、まあ、合格率が、まあ、今回、800人ほど受けられて1級ですね、80人ちょうど 10% ということで、送られてきた私が受けた2級もちょうど 30% ですね、合格率。いや3人に1人受からないというのはなかなか厳しい狭き門、まあ、都市によっては違うんですけども、やっぱりこの石の周りだけ雪が溶けてるっていうのは、やっぱり石は熱を、ね、やっぱり保ってるんですよね。夏場こう受けた熱をずっとこう保ってるっていう、まあ、そういったことになってるんだと思います。まあ、樹木もそうですけどね、樹木の周りも、まあ、結構雪が溶けたりします。いや綺麗ですね。ひわだ武器なのかこけら武器なのかちょっとわからないですけどね、綺麗です。また誰もいないっていうのが素晴らしいですね。それにしても寒いです雪があると余計に寒いですね。まあ、この回はかなりやっぱり積もってるのは積もってるんですね、まあ、ただずっと気温が低い状態ですので、雪が溶けないっていうのがあるんですが、まあ、この回はでしたら多分最高気温がもう 5度6度ぐらいの日がずっと続いてたっていう、そういうことだとは思うんですが、それにしても結構残ってます。いや来てよかったですね。
それとですね、まあ、マスクの着用なんですが、まあ、政府は5月ぐらいをめどにもう着用しなくていいよと、まあ、外で外出で外で、まあ、歩く分には特に、必要ないとは言いつつ、やっぱり日本人結構真面目というか、まあ、律儀な性格で、まあ、ほぼ 100% 近いぐらいマスクをされてますね。ちょっとたくさん人来られましたので、ちょっと退散したいと思います。いやー、それにしてもよかったです。綺麗です。こちら北条というか、まあ、本堂ですね。本堂になってます。まあ、北条兼本堂のような感じですね。いやー、よかったですね。まあ、それとですね、まあ、ちょっと私カラオケが趣味で、カラオケを今日行こうかなと思ってたんですけども、ちょっとやめました。というのもですね、まだ喉の調子というか咳が出るんですよね。まあ、その状態でちょっと多分カラオケ行ってもうまく歌えないというのがあるんですけども、いや長いですね。1月の10日頃ですかね、喉の痛み感じて、それからずっとこうもうかれこれ20日以上なるんですけども、うん、咳が止まらないというのが、これはもうちょっと厳しい、そういった状況になってます。今日はですね、もうあと1箇所何千院と、もう1箇所ちょっと何千院のタッチを行ってみたいと思います。以上、何千寺何千院でした。何千院の水六角、隣にあります水六角ですね。アーチ状の水六角になってます。いやー、それにしても、まあ、PCR 検査では陰性で、まあ、コロナではなかったんですけども、どうもインフルエンザのような感じですよね。いつまでたっても咳が止まらない、まあ、特に寒いところがこうパッと出たりすると咳が止まらないというのは、もうこれもインフルエンザかなって、ま、でそれといつもよりちょっとこう体温が高い、ね、まあ、平熱がですね、もうさ、ちょっと35度台なんですけども、まあ、ずっと36度1分から36度4分ぐらい、ずっとまあそんな感じなんですけどね。だからまあちょっと 微熱というか、熱が出てるっていうのもあるんですけども、まあ、ただ体調はそんなに悪くないですけどね。満禅寺の本坊はもうちょっとパスしまして、次もう一箇所行ってみたいと思います。